ヨアキム・オルセンは、デンマークの政治家、元陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの銀メダリストである、オールボー出身。オルセンは、10代の頃は、円盤投げの選手として、注目を浴びていたが、その後砲丸投げに転校。アメリカのアイダホ大学在学中に、投方を、グライド投方から、回転投方に変えてから飛躍的に記録が向上した。 1996年の世界ジュニア選手権に出場した時は円盤投げで出場していたが、1999年のヨーロッパ u 通3選手権には砲丸投げで出場。2位に入賞しその名を知られるようになる。オルセンは2000年シドニーオリンピックに砲丸投げで出場を果たしたが、予選を突破できず敗退。しかし砲丸投げの決勝終了後に、 優勝したフィンランドのアルシハリュについてパソコンのチャット上でドーピングのため失格というデマを流してしまったことからデンマークオリンピック委員会から大会終了を待たず強制的にデンマークに送り返されてしまった2001年のエドモントンの世界選手権で初めてメジャー大会の決勝にコマを進めたがこの大会では11位に終わっているしかしこの大会以後 オリンピック、世界選手権、ヨーロッパ選手権のいずれでも決勝に進出を果たしている。2002年にはヨーロッパ選手権で銀メダルを獲得。2003年は腕の故障により苦しみ、パリの世界選手権では決勝に進出するも競技は危険。しかし、オルセンはその後、トレーニング法を修正し、故障から立ち直り、2004年アテネオリンピックに向けて、 ハムバックする。同年の室内世界選手権で銅メダル獲得。そして、アテネオリンピックでは3投目に21メートル07を投げて3位に浮上すると、そのままこの位置をキープ、銅メダルを獲得した。その後、金メダリストのユーリー・ビロノグがドーピング違反で、メダルを剥奪されたために、繰り上げで銀メダルを獲得した。デンマークの男子投てき選手として、 初めての表彰台となった。オルセンは2005年11月に練習中に左足首を負傷、人体に重い症状を抱えたが、翌年2月に競技への復帰を宣言。1ヶ月後の世界室内選手権では21メートル16で銅メダルを獲得した。2007年6月24日に2008年北京オリンピックへの出場が決定し、 翌年8月8日の開会式では、デンマーク選手団の騎士を務めた。19メートル74で予選11位に終わった。2011年、デンマークの国会選挙に、右派政党の自由同盟から出馬し当選し、2015年にも当選した。2019年の国会選挙の前に、大手アダルトサイト、ポルノハブに選挙広告を出して、物議を醸した。 ありがとうございます。